定賞。この試合は PWF が認定する世界タッグ選手権試合であることを宣言する。1998年10月11日パシフィックレスリングフェデレーション、チャンピオンチーム、これが4回目の防衛戦。左が川田、右が田上。そして世界タッグのベルトを狙います挑戦者チーム、このチームではこのベルト初挑戦になります。今ベルトに一別を加えました。左が小橋、右が秋山。いよいよこれから両チームの紹介です。本日のメインイベント、世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者チーム、250ポンド秋山純。プロレス人生スタートかけています。秋山純。270ポンド小橋健太。この試合勝てば五冠王小橋健太です。裏がコーナー世界タッグ選手権チャンピオンチーム、270ポンド田上明。説得力あるダイナミズム、田上明。250ポンド川田俊明。寡黙にデンジャラス、川田俊明です。今田恭平。役者が揃いました。愛知県体育館メインイベント、世界タッグ選手権試合60分の一本勝負。チャンピオンチーム、こちら川田田上。一方挑戦者チームは初挑戦ということになります。川田田上、これが4回目の防衛戦。こちらが挑戦者チーム、小橋と秋山。和田恭平レフェリーが両チームに注意、そして分けます。ゴングを待ちます。先発は小橋と田上か。ゴングなりました。世界タッグ選手権試合60分の一本勝負。チャンピオンチーム川田俊明、田上明組対チャレンジャーチーム小橋健太、秋山純組です。田上と小橋で始まりましたこの一戦。解説はジャイアント馬場さんです。よろしくお願いします。よろしく。田上と川田はこれが早くも4回目の防衛戦なんですね。そうですね。今年1月横浜で小橋エース組を破りまして第35代の世界タッグ選手権者チームとなりました。川田と田上、その田上と小橋がまず逆水平チョップを一発ずつ交換しました。両者赤のトランクス田上、オレンジのトランクス小橋であります。楽しみな一戦を迎えました愛知県体育館。重量感あふれる攻防、そしてスピードもあります。ショルダータックル両者こらえます。小橋が飛んでフロントキックかわして、もう一回ショルダータックル。田上ダウン、フロントキック小橋ダウン、スクッと構えます。チャンピオンチーム、これが4回目の防衛戦ということになります。今年1月チャンピオンの座についた川田と田上、2月初防衛、相手はウィリアムス・オブライト。6月2度目の防衛、相手は小橋エース。7月3度目の防衛、相手はオブライト・高山。今日が4回目、難敵小橋・秋山組を迎えました川田と田上。さあ馬場さん、まずこの一戦の見どころ、どの辺に置いていらっしゃいますか。そうですね、まあ、見どころといってもね、はい、4人ともね、このタッグのベルトを巻いたことのある選手ですからね。そうですね。でまたみんな手の内をよく知ってますからね、はい、例えば小橋が田上のその技をどうやって防ぐか、なるほど、川田が小橋の技をどうやって防ぐか、はい、秋山がどうやって防ぐかというところに僕は見どころを感じるんですがね。お互い知り尽くしているだけに、相手の技のポイントをどうやって外すか、そうですね、どうやって防御するか。さあそうなると、あとバックスピン、かかとが出てきました。田上大きくかかとを跳ね上げて小橋をなぎ倒していきました。田上であります。大柄ながら変幻自在の攻撃田上、そして川田にスイッチであります。何度も激闘を繰り広げている4者でありますが、この川田田上対小橋秋山という対戦は過去一度だけあったんですね。2年前の日本武道館ノンタイトル戦でありました。
試合は田上が20分42秒秋山をデンジャラスボムからエビ固めに切って取って川田田上組が勝利を収めています。そうですか。まあ、あの時の、はい、まあ、秋山と今の秋山は、まあ、ちょっと違いますからね。そうですね。小橋もそのあたり確かにこのカード2年前にあったけれども違った点は一つ秋山が全然違うんだ2年前とはと、そういう話をしていました。いや、そういう点では小橋も違いますしね。なるほど。川田も違います、田上も違います。頸動脈にチョップ、力感あふれるチョップ、小橋が返します。川田のチョップだ。目をひんむいている。激しいうなり声、なんとも言えない声を出して川田倒れ込みました。力のこもった攻防、まずは馬場さん、ここまでは打撃技の攻防ですね。そうですね、そして秋山です。今注目の人、秋山。小橋をして2年前とは全く変わったという秋山ですが、特に小橋はちょうど1年ほど前この秋山が大きく変わったというんですね。まあ、それはやっぱりね、三沢と組んで、はい、タッグのベルトを取ったり、また三沢と対戦をしたり、小橋と対戦をしたりしてやっぱり大きくなってきましたからね。試合の中では今激しくやり合っていますけれども、内面から秋山の溢れ出る非常さ、あるいは勝負に対する気持ち、こういったものが表に出るようになったと、ね、小橋は秋山を公表します。強烈なキックだ。向こうきつい秋山倒れない。もう一回捉えてエルボー、フロントキック、エルボーでやり返す。川田も負けてはいない。ようやくダウンスックと立ち上がってエルボー前に倒しました。馬場さん、秋山向こうき強いですね。そうですね、だそういうもんがなきゃね、やっぱりここまでは来ませんよね、なるほど。三沢にしても、もう川田にしても、小橋にしても、田上にしても、初対戦2年前にタッグで敗れた時はこの秋山、田上川田にやられました。しかしその試合の時、厳しいのは当然だと、この野郎っていう気持ちになればよかったんだ、ここからですということを話していました秋山です。いや、それは年が若いし、キャリアも少ないですし、はい、そういう この野郎という気持ちはね、やっぱりね、押されて出てきませんよ。だそれが出てくるようになったというのが今の秋山なんですからね。なるほどね。そしてその後、2年前の5月三沢と組んで秋山はこの世界タッグのベルトを一度は腰に巻きました。そして2度防衛を果たしています。馬場さん、秋山は2年前三沢と組んで世界タッグの王者になった時、実は勝っても腰にチャンピオンベルトを巻かなかったんですね。あ、そうですか。それはほぼ分かりませんけどね。まだその2年前当時、自分にはこのベルト価値が高すぎてまだベルトは負けません、本当の意味の世界はこれからですというふうに話していた秋山であります。当時はまだ、おっと、小橋が滞空時間の長い、これはブレーンバスターか、まだ落とさない、ようやく今落としていったブレーンバスター。背後から攻めます小橋です。尻餅をついているのが田上、コーナー控えているのが秋山です。背後に秋山、戦況を見据えます。秋山はかつてタッグチャンピオンになった時は三沢さんと組んだ、ただあの時は自分の意思で組んだタッグチームではなかった、試合の方でも三沢さんにおんぶに抱っこだった、だから納得してベルトを巻くことはしなかったんですという話をしていました。そして今日勝てばという私の問いには、ベルトは巻くでしょうというふうに話していた秋山です。あ、そうですか。はい、リング上は川田と小橋、顔面蹴りです。
チャンピオンチームにも意地があります。これが4回目の防衛戦。両チームが争う世界タッグのベルト、これは1988年、当時のインタータッグと DWF 世界タッグのベルトを統合して世界タッグという一つのベルト統合した名称になりました。川田が倒していく、バックスイン、かかと、的確にヒットしました。そして馬場さん、世界タッグのベルトになってから10年なんですが、この10年で延べ35チームがベルトを巻いている。それだけ防衛が難しいんですね。そうですね、そしてね、やっぱりチームのみんな力が、ね、接近してますよね、はいはい、10年間で35チーム、1年間に3チームぐらいずつ誕生しているという計算になりますけれども、今日が川田田植は4回目の防衛戦ということになります。過去の最多防衛記録は鶴田八つ組の7回という記録があります。川田田植組は今日勝つと4度目の防衛に成功、史上単独2位の防衛記録になります。過去3度防衛というのはこの同じ第26代の時に川田と田植が3度の防衛に成功しています。片指固め、ニードロップ落としていきました。厳しい攻撃、しつこい片指、川田そして田植にタッチであります。群雄割拠の全日本マットの中で3度の防衛をこの世界タッグの舞台で果たしている川田と田植、盤石のチームであります。リング上の田植、防衛回数は意識はしていないが、まあなるべく長くチャンピオンでいたいという話をしていました。相手はスピードのあるチーム、特に今相対している小橋に対して田植は3冠戦でやられてるんで、今日お返ししたいということなんですね。そうですか、そういう気持ちはね、常にありますよ、大丈夫ね、ただこの田植、小橋を表して最近の小橋、非常に風格が出てきたという話をしていました。10分が経過しました。世界タッグ選手権試合、秋山出てきました。 DDT 田植、これは強烈です。前頭部を強打いたしました秋山。秋山に対して田植は、この秋山は最近試合の流れをつかむのが上手くなってきた、それから非常に闘志も感じるというふうに秋山をそう評していました。コールの体勢です。片襟、田植から川田に、チャンピオンチームはスイッチ。ああかなり DDT の2連発、これ強烈でしたね。秋山首のあたりを気にしています。突っ込みますからね、はい、どうやら前頭部からキャンバスに突っ込んだ形でかなりのダメージを負いました。秋山純です。これは秋山飛ばされたと見るや直ちに反撃。川田と田植両方に攻撃を加えました。起こりました。あ、かかと落とし気味、ふくらはぎを落としていった。もう1回だ。強烈な太もも、今度は後頭部、首から上を攻められています秋山純。ダイナミックなキック、秋山鉄柵、おっとその足がちょっと鉄柵に絡まってしまった。フックしたような形になりましたが、その分ダメージが大きかったんじゃないでしょうか。秋山がフェンスの外で、それを、珍しくこれ田植が追ってきました。フェンスの外での攻防ということになります。秋山が動きが鈍くなりました。そして田植が秋山の表を開けてトランクスを掴んで、そしてリングの近くに、さあどうするのか。リングに上げます、リングに上げます。 OK、 ほら秋山はかなりダメージがあるようです。小橋が足を掴んで、かかとからつま先足首ねじっていきます。やっそ秋山、
足殺しだ、強烈足首。川田が照準を絞ったのは 足首であります。そしてアキレス腱固め、ものすごい張り手でこれを逃れようとする。秋山張り手一発、早くも両選手体に汗が光ります。油を塗ったような汗、小橋入りました。たまらず小橋がカット。力強いチャンピオンチームの攻撃です。1月に小橋エース組を破って第35代のチャンピオンの座についた川田と田上、2月にウィリアムス・オブライトを破って初防衛、6月に札幌で小橋エースを破って2度目の防衛、7月に大阪で高山オブライトを下して3度目の防衛に成功。これが4度目の防衛戦です。膝を殺していった秋山の右膝。秋山頑張れ。そして今度サソリか、いろんな技を出すようになりました田上明であります。サソリ固め、田上のサソリであります。馬場さんどうですか、サソリ決まり具合は。ね、まあ、もっと田上が体を起こさなきゃダメですね。腰を落とした方がいいですね。腰を落とすよりも顔を上げなきゃいけない。顔を上げる、そうですか。さあ、川田がフォローだ。秋山ファンの悲痛な叫びがリングサイドにこだまします。なんとしても今日勝って4度目の防衛を果たしたい川田と田上でありますが、馬場さん、次のシリーズはいよいよ年末恒例のね、世界最強タッグ決定リーグ戦ですが、そうですね、やっぱりチャンピオンチームのまま最強タッグ入っていきたいでしょうね、川田田上。そりゃそうですね、また年末の最強タッグ、全日本恒例の祭典が楽しみであります。15分が経過しました、まあ、一方のこの小橋と秋山のチームも当然最強タッグの中でも大きな存在になるでしょうね。そう思いますね、まあ、今日のこの結果がどうなりますか分かりませんけども、はい、勝てばやっぱり一番の目玉でしょうね。プレの最強タッグ、さあそれに向けてまずとにかく守らなければいけません。世界タッグのベルトであります。バックを取りました。おっと脇を入れていってスープレックス気味、投げてこます、登場であります。ランニングネックフリーカードロップ、小橋が川田にチョップ、あっと膝から落ちていく、和田恭平レフェリーにもたれかかるかのように川田が強烈なダメージを受けました。小橋がフロント前蹴り外した、またキック、バックブローチョップだ。小橋健太、改革を唱えて秋山とタッグを結成して、その初めての大きな一つの通過点となります。今日世界のベルトを取って第一歩を記したい小橋。馬場さん、はい、小橋は現在三冠チャンピオンでもあります。スリーパーに泣きって取りましたけれども、最終戦 10.31 日本武道館、三沢の挑戦を受けるんですよね。そうですね、まあ、小橋にしてみれば三沢を、はい、破って、今日もそのこのチームを破って、五冠のベルトは巻いてみたいでしょうね、そうですね、五冠を全日本プロレスで過去5人しか実現していない五冠を今日この名古屋のリングで実現することができるか。
田上がのど輪か。五冠王がかかっている小橋、しかしやすやすとはその五冠王を支えることする川田上、強烈4度目の防衛戦。そして96、97、最強卓球は2連覇しています、川田と田上であります。連携も板番についてきました。タッグ結成5年を超えます。川田と田上、秋山が入ってきました。秋山は小橋とのコンビ、おっとチーム連携では川田田上が上かなというふうに話してはいましたが、その2人をキックでかわしていきました。おっとリバースの DDT、 小橋が抑えます。カウントは2。田川さん、はい、今日は世界タッグ戦ですが、プレの最強タッグ、はい、これも楽しみですよね。またいろんなチームが参加してくるんですよね。そうですね、はい、まあ、今ね、そのハンセンの相手、エースの相手、スタン・ハンセン、ジョニー・エース、それぞれの相手、そうですね、はい、これはね、やっぱり今まではね、やっぱ外人チームがちょっと、まあ、ウィリアムスがいましたけども、はい、ちょっと手薄になりましたというかね、はい、日本チームがやっぱり強くなりましたんでね、このチームに対抗できる強力な外人選手、はい、ということでね、今交渉中なんでね、強力な選手が、もうとにかく今日やっぱ最強、世界最強タッグですからね、世界最強にふさわしい相手を探しているんですがね。なるほど、ハンセン、エース、それぞれの相手、どのあたりで発表になるんでしょう。もうそれね、武道館までは発表したいと思います。そうですか、それはますます 10.3 日はこの小橋三沢戦に加えて、ハンセン、エース、それぞれの最強タッグ徹底リーグでのパートナーが明らかになるということで楽しみであります。リング上では強烈なスープレックス、タイガースープレックス、小橋健太、川田に打っていきました。20分が経過、ボディスラム、拳を握った。さあ改革の日、ムーンサット大津幕、改革の日を簡単に灯させはしまいという川田俊明、ムーンサルトプレスをかわしました。ここまで馬場さん、どっちのチームが有利なんでしょう。いや、それはどっちとも言えませんがね、お互いの技を熟知した結果の攻防というのが出ていますよね。今そうですね、ムーンサルトかわしました。いった、今度はダリアットかわした。さあ顔面蹴り、世界タッグのリングで同じ体にラリアット、強烈です。ここはね、やっぱり最後の力を振り絞って小橋がカバーに行くかね、カバーに行けるか。秋山についてた、2人で立ち上がりました。そしてそれに金丸も滋賀健太郎もこうしました。小橋と秋山が全日本を内部から改革してみせる。2人はこのように叫びました。同じような流れが全日本のリングの中で続いていた、刺激が欲しかった、若い力の主張で全日本のマットを変えていく、頑張る者が上に立つんだ、自分の試合がその日で一番なんだという気持ちを持って戦いたいと言っていました。ジャンピングにアタック、秋山背後から、さあ表向かってエクスゴイラーカウント、小橋はこの秋山を表して以前組んでいた時、2年前などはまだ秋山は勉強段階、トップを狙うグループにいなかった、でも1年ほど前から勝負に対する非常さ、勝負に対する執念が出てきた、そう評していました。そして今日のベルト、世界タッグ挑戦という機会に恵まれました。さあ、おっと田上直下まして頸動脈から、張り手張り手、田上が起こった、戻り行くか、勘抜きだ、田上勘抜き、スープレックス、フロントキック強烈、顎を捉えた。田植は小橋と秋山の改革に対して、そんなもの勝手にやってくれ、チームを組んだからってすぐベルトってな感じで甘いようにはいかないよと言っていた田植、その言葉実践しました。はい、
そんな企画は今の田植えにはありましたね。そうですね。そんなに甘いもんじゃないんだと言わんばかりのフロントキックだ。さあ、のど輪か、のど輪か、広角の断崖のど輪地獄か。ジョーが危ない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 。ジョーがあと捕らえる捕らえる、エルボーで捕らえる。あと、あー、ベクトーヤか、エルボーから、あー、飛んできた。フェイスクラッシャーですか今のは。 DDT ですか、エプロンに。そうですね。いやー、こういった思いもよらぬ技が出ますね。もうとっさでしょうね。はい、驚きました。エプロンでの攻防、断崖のどは地獄落としを、田植えが匂わせば秋山はエクスプロイダーを出そうとする。しかし今度は先ほど痛めた前頭部、秋山の前頭部を田植えはエプロンに落としていきました。のど輪か、まだ今日決まっていない。ラリアット、飛ばしアシスト、秋山ラリアット、田植えダウン。これは意外でした。田植え、また秋山、エプロン、飛ばしがキックして、そばっと秋山ハイドから飛んできた。体格の火を灯したい。そのためには証が欲しい。その証が世界タッグのベルトであります。エリアダメ、ダッタイアダ、カウントはどうだ、あっとカウントツー。ババさん、小橋秋山組、いい連携が出てきましたね。そうですね、こういうのは 2,3 発続けばいいですよね。そうですね、急成長した秋山であります。年功序列を打ち破るんだ。あっと迎撃された、トップロープからの攻撃、田植えが迎撃。こういう技は非常にいいんですがね、上がって秋山が上へ上がって攻めていくまでに結構時間があるんですよね。タイムラグを利用されますよね、これがね、今のだけじゃなくて。モドはニュートラルコーナーターンバックル、いろいろな選手もみんなそうなんです。時間がかかるんですよね。秋山耐えます。今日が小橋担当、正式合体して初めてのタイトルマッチ。とにかく結果が欲しい、ベルトが欲しい。何もなければ自分たちには発言権もないっていう感じがするんです。秋山は試合前こう話していました。その秋山にラリアット、すかさず片襟川田。秋山は今までは上からの指令でタッグを組んだ、今回は自分で小橋さんと組むことを決めた、責任を持ってやる、一番になる、そう話していました。蹴りに耐えます秋山。新しい時代、それぞれが全日本の中心に立ってやっていくこと、それを自覚することだと話していた秋山よ。さあ、後方に投げたエクスプロイダー、しかし川田が前蹴り、モノチャンピオンチームの意地、場内で小橋を捉える田植え、リング上では川田と秋山。リング上カウント2、腕を取って背中で押さえていきました川田。やられている秋山、二人がかり連携、タッグキャリアの長いのはチャンピオンチーム。カウントが入ります。カウント2。秋山はこの川田田植えのチームを2人から目が離せないチームだというんですね。1対1でやってる時も常に控えの1人が気になるという、そんなタイプのチームだと言います。そんなら自分たちもそうなればいいんですよね。今度は顔面にキック、カットや次のつながりのことも含めて見えない連携があるというふうに秋山はこのチャンピオンチームのことを評しています。だから戦っていて厄介なんだという川田と田植えに防戦一方の秋山が、さあ川田のパワーボムだ、ハンド入る、小橋が入る、どうだ、カウントアップ、なんとかベルト欲しい、ラリアット
ムに今度は川田の足が飛んできました。ベルトを守りたい川田と丹下、ベルトが欲しい小橋と秋山、主力を尽くした攻防になりました。秋山生き返るか、エクスプロイダーできるか、回転してのかかと落としだ。秋山が耐えます。三冠戦で小橋に挑んで前線健闘を及ばず、7月三冠チャンピオンにはなれなかった秋山でも、その時に小橋と戦ってますます小橋健太という男とタッグを組んでみたいと思ったという秋山であります。その秋山が川田の猛攻を追い返さ、川田の全身全霊パワーボム、どうだ監督、馬場さん、秋山耐えました。そうですね、はい、耐えましたけども、ここから攻め返せるかですね、問題はね、うん、さあ、その余力が残っているんでありましょうか。三沢さんと組んだ時にはまだ納得がいかなかった世界タッグのベルトだから腰には巻きませんでした。今日勝って改革を唱えた小橋とチャンピオンになればベルトはおそらく巻くでしょうと語っていた秋山純、水落ち、そしてブレーンバスターか、首から落としていった、顔面、川田田植え、世界タッグのベルト防衛に成功、4回目の防衛に成功しました。防衛記録4回は史上単独2位であります。最後は川田、強烈な顔面蹴り、秋山になっていきました。全日本内部改革を唱えて滋賀健太郎、金丸義信、連れ立って旅立ち、そして今日ベルトを奪ってその第一歩を記したかった小橋と秋山でありますが、チャンピオンチームも馬場さん強かったですね。そうですね、勝負タイムは29分51秒川田俊明、片エビ固めで秋山純を切って取ってチャンピオン第35代世界タッグ選手権者チーム川田田植え組が小橋秋山組の野望を打ち砕きました。今ベルト、そしてトロフィーが王座を防衛した川田と田植えに渡されましたが、川田はまだひざまずいている、ようやく今立ち上がろうというところ。29分51秒の激闘でした。川田田植え勝ってタイトル防衛、粘る小橋秋山組を下しました。それでは見事4回目の防衛に成功しましたチャンピオンチームにお話を伺います。まずは川田選手です、おめでとうございました。それでは田植選手にお話を伺います。非常に厳しい中4回目の防衛成功しました。どうもありがとうございます。このベルトを持って暮れの最強タッグに臨むという体制が整いました。その最強タッグも睨んで抱負を一つお願いします。いや、最強も勝ちますよ。最強も勝つという力強いことがありました。見事4回目の防衛に成功しました川田、そして田植えチームでした。黙して語らず川田俊明、しかし試合前この川田は今いろいろ周囲が騒々しいから自分は喋らないんだ、リングで結果を出すだけです。その結果を出した川田俊明、そして田植え明、第35代世界タッグ選手権者チーム川田と田植え、今日名古屋で4回目の防衛に成功いたしました。